アイテム番号 SCP-284JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-284JP はサイト8118の政府オブジェクト等にて密閉性の収容ロッカー内に保存されています。月1度のスケジュールで保存状態の確認とメンテナンスのためのロッカーの開放が行われます。試験以外のいかなる理由においても SCP-284JP の直接目視は禁止されます。取り扱いのために視覚情報を必要とする場合、ビデオスコープ等の電子的な視覚機器を通じての確認のみが許可されます。SCP-284JP から進出する水銀の処理のためロッカー下部には排出口が設けられます。排出された水銀は検査の後、異常が確認されなければ通常の化学物質処理手続きに則った処理が行われます。説明。SCP-284JP は金属製の魚の彫刻です。72センチメートルの全長を持ち、主にステンレス、銅、真鍮などの金属類から構成されています。モチーフとした魚の種類は特定されていませんが、鯉属の魚をかたどったものであると思われます。SCP-284JP を任意の方向から直接視認した場合、被験者の眼球内のガラス体は未知の手段によって瞬時に動体積の 9% 食塩水に置換します。この置換現象の発生には少なくとも SCP-284JP の全体を十分に視界に収めることが必要となると見られています。金属などの反射面を通じてもこの現象が発生することが確認されています。極めて近い距離で摂取した場合においてはこの現象は発生しないことが確かめられています。ガラス体の置換に伴い、眼球内には SCP-284JP と相似の外見を持った魚、SCP-284JP-1 が出現します。SCP-284JP-1 の体長は置換現象が発生した瞬間の SCP-284JP と被験者の眼球の距離に反比例します。より近くで視認した場合にはより大きな SCP-284JP-1 が出現します。SCP-284JP-1 も SCP-284JP と類似の特性を持っています。SCP-284JP-1 の生息する眼球の動向を目視した際、目視した人物の眼球においてガラス体の置換と SCP-284JP-1 の二次的な出現が確認されています。この際出現する SCP-284JP-1 の体長もまた目視した際の距離に反比例します。特異な現象を発生させることができる体長には加減があると見られています。体長 0.07mm 未満の SCP-284JP-1 が生息する眼球の動向を目視した人物に影響を及ぼした例は確認されていません。SCP-284JP は1日あたり約 0.8 リットルの水銀単体を高分部から進出させます。この水銀の発生源は不明です。放射線、赤外線、超音波などの手段を用いた非破壊検査において内部構造を特定する試みは全て失敗に終わりました。破壊を伴う検査については審議中です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。